はい、ワード2。音聞こえる？ワード2。大輝さんいらっしゃい。はい、ステアカワード2。いらっしゃい。はい、ゆかちゃんワード2。声聞こえる？問題ない？問題ない？大丈夫？聞こえる？うん。OK。おはようございます。お疲れっす。麦麦パンさんいらっしゃい。ワードツ。麦麦パンさんを知らないな。はじめましてかな？おい、お久しぶり。桜子いらっしゃい。楽しんでいってください。はい、ワード2。猫いらっしゃい。無事しご、おお、本当に？実はね、あのね、桜子ちゃんだけじゃなくて、和道の放送を見て生活報告してたんだけど、もう絶対俺働かないって言ってたね、おっちゃんがいたの、和道リスナーに。で、その人も、和道が一生懸命頑張ってるから俺も働いてみるよって言って、働くって言って、もう決まったらしいんだよ。っていうのがね、個人的に LINE が来てたりして、あ、よかったよかった。嬉しいわ。おめでとう。いや、すごい嬉しいよ。みんな頑張ってて。おめでとうございます。いや、よかったよかった。めでたいね。新しい生活、大変だけど頑張って。応援してますよ。頑張ってね。いやー、めでたいね。めでたいね。いやー、よかったよかった。みんな頑張ってるね。うん、応援しかできないからね。応援しかできないから。頑張ってね。うん。頑張ってください。のんたんに初めてプレゼント買ったんだけどさ、のんたんにプレゼント買った。本当はクリスマスプレゼントで買ってあげる予定だったんだけど、ちょっと遅くなったけどね、のんたんのプレゼントが届いたよ。そんな高いものじゃないんだけど、のんたんにプレゼント買いたいなと思ってて、やっと届きましたよ。似合うかな。これがね、のんたんに買ったプレゼント。これ開封する？のんたんに開封させた方がいいかな。のんたんに開封させた方がいいかな。そうだよね。プレゼントなんだから、のんたんに開封させた方がいいよね。
でも実物見てみたいっていうのあるよな。楽しみですね。のんたにプレゼント届いたよって言ったら、あ、じゃあ今から行くって言ってたね。今向かってるらしいよ、こっち。あげた方がいいか。じゃあノンタン来るまで待とうか。ノンタン来るまで待つわ。みんながそう言うんだったら待とうね。俺が開けない方がいいよね。一緒に住んでないよ。ノンタンがね、家近いからよく頻繁に遊びに来んのよ。だから仕事行ってる時とか部屋にいないよ。だから俺が仕事から帰ってくると配信回すわけじゃん。それでね、映るだけですよ。ちょっと待って。あ。音きれいになった？クリアになった？でかいかな？ちょっと。あ。一緒に住んでないよ。ちょっとでかいね、声ね。あ。これくらいで OK かな？聞こえるよね。あ。一緒に住んでないっすね。生活保護の場合ね、一緒に住めないんだよ。住むと世帯が変わっちゃうから大変なのよ、うん、遊びに来る分には問題ないけど、一緒に住むっていうことはちょっと難しいんですよね。住んでるのかと思ってさ。住んでないよ。この部屋狭いもん。住めない、うん、大変だよ。住めないよ。ウェブカメラがぶっ壊れちゃってさ、画質クソ悪いでしょ。申し訳ない。ウェブカメがイカれました。画質のしばらく画質が悪いの続くと思うけど、勘弁して。止まったりはたまにするよ。うん、止まったりはしてるけど、止まるっつうかね、俺が寝てる間に夜中に帰っちゃう感じだから、朝起きるといないね。仕事行く時にいない。半同棲ではないよ。半同棲ではないね、うん、ほらのんたんペット飼ってるから、ワンちゃんと猫ちゃん飼ってんのかな。家に餌やりに帰らないといけないし、もう週3、4は遊びに来てるけど、うん、半同棲ではないんだ、うん、4、5時間、3時間、4時間ぐらい一緒にいる感じだ。はい、ワード2、カメオさんいらっしゃい。楽しんでてください。髪の毛切ったんだよね、今日。髪の毛短くしてきた。セットしてみようかな、新しい髪型。短くした、うん、なんか後ろの方が結構伸びてきたから、もう切らないとと思って。うざったくなってきたからバッサリ切ってきましたよ。前髪あんま切らないでくれって言ったんだけど、結構バッサリ切られちゃった。いつもとアングル違うのはね、カメラがぶっ壊れちゃったんですよ。ウェブカメラが。この前の企画で。それ内蔵カメラでやるしかなくて、パソコンに置いてある位置がここなんですよ。パソコンのカメラ、ノートパソコンのカメラで今配信やってます。画質悪いのは申し訳ないけど、音質と画質が合ってないよね。最終補強さんはどつ？いらっしゃい。はい、カズリンお疲れ。いらっしゃい。そうだね。いつもと画質違うよね。
コーヒー飲み終わっちゃったな。コーヒー買ってこようかな。どうしよう。早くのんたんにプレゼントしたいな、これ。冬用の服なんだけど似合うかな。昨日から寒い。今日ね、昼間あったかかったかなと思ったんだけど、みんな寒い寒いって言うよね。今日若干あったかい気がしたんだけど、寒い。はい、こんばんは。大輔さんいらっしゃい。楽しんでってください。ワドツです。革のメンテナンスでもやろうかな。革ジャンのメンテナンスやってもいい？なんかいいか、コメントそんな今日ねえもんな。出発地点は新宿ですね。新宿からスタートです。家からだね。家から旅立って家に帰ってくるみたいなね、そんな感じ。革靴のメンテ出してないんだよね。もうかかとがさ、すり減ってオーバーホールしないとやばいよ。もうぶっ壊れ、穴も一箇所開いちゃってるから。高いんだよオーバーホール。結構値段すんのね。いい値段するんですよ。この前の山手線みたいな感じとノリは違うんじゃないの。あれはどちらかというとなんかミッションを達成する系だと思うけど、旅はそういう系じゃないと思うよ。
いろんな地方とか回って見聞を広めたいなと思ってるんですよ。うん、海苔が若干違うかな。広いさんでもあれだね、あの結構話題覚えててくれてんだね。結構古い話題だよね、川口のメンテの話とか。嬉しいですね、ありがとうね。今から楽しみ、うん、俺も楽しみだよ旅行くのは。出会いはね人生を変えるからね。川はねメンテしないといけないのが大変だよね。川山とか結構面積広いからさ大変なんですよ。だいぶ馴染んできたけどね。でもあれだね、川山はやっぱ10万20万のやつじゃないとすぐボロボロになるね。あのカラーとかもさすぐ汚れちゃうし、色物の革はやっぱ汚れやすいから茶色とかねシンプルな色がいいと思うよ。白い部分とか塗装っていうかね革がねやっぱ割れてきちゃうんだよ。多分インクみたいなの塗ってるんだと思うけど、赤い部分はちゃんと染めてるからなのかねすごくいい色になってきたけど、白い部分が汚くなっちゃうね。俺革製品がすごい好きでさ昔から、あの使えば使うほどいい味が出てくるじゃん。革いいよね。もう仕事終わりでこれからリスナーさん結構暇な人が出てくる時間帯かな。人が集まってきそうな気がする。結構やっぱ汚れてるな。はい、ワード2、アルさんいらっしゃい。しこるなよ、しこってないよ。はい、ハッチいらっしゃい。ハッチはどつ。まったり雑談します。あれ延長 OK 延長しました。
今日コメント少ないね。靴とは革の手入れの方法違う。基本的には一緒だけど、油分と水分のバランスなんですよ、革って。みんなね、油が重要だと思ってるけど違うんだよね。水分も適度に含んでないと革って乾燥して割れちゃうんですよ。だから油だけじゃなくて水分の補給とかもちゃんと考えながらやらないといけないっていう風に言われてる。で、まあ革の材質によるんだけど、例えば馬の高級な革だとコードバンとか有名なんだけど、あれとかはもうメンテナンスの方法若干違うよね。牛革だったら、まあ、水分と汚れ、水分含ませながら汚れを取ってあげて、で、少し乾燥してきたぐらいのところで、オイルを塗ってあげる。で、まあ、靴とかだったら、ローっていうんだ、ロー、ろうそくのローなんだけど、ローを塗ってあげて磨き上げるっていうのが基本的。で、まあ、革ジャンとかの場合はテカリとかいらないから、ローとかは塗らないですよね。基本的には。うん、基本的にはだから水拭きしてあげて、まあ油塗るだけで、まあ3年しか持たないものが10年とか20年持つようになるから、全然違いますね、革は。手入れしてる人としてない人じゃ運転の差が出るんで。基本的には革のメンテは一緒ですよ。革ジャンとかってさ、中古のやつ買うと分かるんだけど、人によって腕の曲げる角度とか腕の使い方とか違うじゃないですか。革って最初カッチカチなんだけど、やっぱね、その自分なりの癖がついてくっていうのが面白いですよね。切れば切るほど柔らかくなってくるんですよ、革が。だから大体ね、革ジャンとか3年目が一番、3年目からがかっこいい。新品の革ジャンってダサいんですよ。財布とかだと手の油で大丈夫か、だから手入れしなくていいって言われない。ああ、そんなん絶対ありえないですね。でも財布とかは比較的そう、手の皮とか油とかがつきやすいから比較的大丈夫だけど、でもメンテしてる人としてない人の財布じゃ全然違う。メンテは絶対やった方がいいっていうのも、やっぱ拭いてない人とかだとさ、皮のね、やっぱ劣化、あとビトンの皮とかダメね。あれは合成の革だから全然ダメ。ビトンの革はあれは特許取ってるね、素材なんだけど、あれは良くない、ハイブランドってデザイン重視してさ、素材感を大切にしなかったりするから。そう、僕はビトンは大嫌いなブランドですね。絶対に欲しいと思わない、一個もヴィトンの製品を。ヴィトンがかっこいいとは思わない。もしヴィトン買うんだったらタイガとかがいいかな。タイガとか知らないでしょ、知ってる？みんな。タイガはかっこいいんだけど、日本じゃ販売されてないね。僕はだからブランド名とかよりも素材派ですね。おー、イリアだ、いらっしゃい、久しぶり。ブランド名よりも素材感の方を大事にしたい派かな。やっぱね、素材がいいやつはね、いいですよ。素材がいいと物持ちが全然違う、着心地とかで。服はね、デザインも大事なんだけど、着心地なんだよね、やっぱりフィットしてるかって。デザインって流行が変わるとさ、着れなくなっちゃったりするけど、素材、いい素材はやっぱ着れるからね。はい、カエルさんいらっしゃい。テンガなら知ってる。テンガ？何の話？テンガ。あ、タイガ、タイガ。ビトンにタイガっていうのがあるんですよ。ビトンってさ、ほら、
モノトーンだっけ、モノグラムだっけっていうやつが一番有名だけど、それにエピっていうのが、エピっていうさ柄があったりとか、あとタイガ、エピだったっけな、タイガっていうのがあって、タイガはかっこいいっすよ。確かにボロボロのエルメスとかは見ないけど、ボロボロのビトンは使ってる人見る。なんかビトンを持ってる人ってヤンキーの人が多い気がして嫌なんだよね。ビトンっていうブランドが嫌だ。そう、ボロボロのビトンとか恥ずかしいよね。ていうか日本人はさ、なんかハイブランド持ちすぎなんだよ、そもそもが。一般庶民が持たないからハイブランドなのに。ブランドも大好き。でも最近そうでもなくなってきたよね、バブル弾けてね。昔ほどではなくなったよね、うん、昔の日本は狂ったようにブランドも使ってたもんな。はい、ワード2、つかつちゃんいらっしゃい。ビトンは日本人が持ちすぎてて、逆に希少価値というか存在を下げてる。そう、日本のブランド戦略、ビトンのブランド戦略間違えてると思う。なんで日本人はビトン好きなんだろう。革ジャンはね、似合う人と似合わない人がいるから、うん、革ジャンはね慎重に買った方がいいと思う。高いよ。で、1万とかね、2万とかの革ジャンはやっぱダメ。はい、ワード2、斉藤さん、斉田さんいらっしゃい。はい、ワード2、ケジダラモンジャラ。うん、革ジャンのメンテしてるね、今。定期的にメンテナンスしないとね、やっぱ革がダメになるんだよね。割れてくるんだよね。割れたりとか、いろんなところがダメになってくるんですよ。ボロボロになってくっていうか。だから革はね、本当に好きな人がいいと思う。マドンさんなかなか高かった。これリスナーさんからのプレゼントだからな。いくらぐらいなんだろうね。うん、そこまで高い革ジャンじゃないと思うけど。そこまで悪くないと思う。どこの革ジャン？これはメイドインパキスタンですね。これ本革じゃないの？本革だと思うよ。ビニールじゃないでしょ。匂いでわかるでしょ。わかんないよ。本革に限りなく近いビニールかもしれないけど。シャネルでもシャネラーという言葉が出回り、存在が安っぽく感じる。俺カルティエとかエルメスとかが好きかな。特にエルメスのスカーフはほんとかっこいいよね。うん、俺ね、安いものをポンポン多く買うっていうよりは、いいやつを長く使いたい派だね。そんな高いもんは買えないけど。その代わりずっと同じ服だけどね、俺の場合は。いつも同じ服着てんな、あいつみたいな。いいものはっていうか、だから高ければいいってもんじゃなくて、俺はなんつうんだろう、素材がいいものを見極められるかどうかだと思ってる、目利きっていうのは。あー、やっべえ、やっぱメンテしてなかったからダメだ、ここ割れてる、やば。あー、マジか、かわいそうなことした。ちょっと劣化が、まだ全然間に合ったけど、
ちょっとひび割れ始めてる。あぶね。ば、マジか。ちょっともう一回水染み込ませてくるわ。オイルは最後にやるね。まずは水分入れないと。水分とゴミ取りしないと。あーやばいやばい。あそう、みんなね油塗ればいいと思ってるけど違うんですよ。油分と水分のバランスなんですよ。皮って水分も実は適度に含ませないダメなの。油分だけで、油分、まあ油分があればある程度なんとかなるんだけど、油分だけじゃ、ああごめんなさい、ごめんなさい。クロムの財布、あ、クロムハーツね。クロムハーツアメリカのブランドだよね。クロムの財布買ってもう15年使ってる。買い替えないことを考えるとそっちの方が安く。そうなんだよね。実は高くていいものを買うとどういうメリットがあるかっていうと、普段さ、例えば1万円の財布と15万円の財布って格が違うわけですよ。で、全然格が違うわけじゃん。で、財布を1万円の壊れるやつを15回買い替えるのと、15万の財布を長く使ってるのだったら、どっちの方が、その、お金は一緒なんだけど、どっちの方が、その人として、その、ステータスが高く見られるかっていう問題があるじゃん。そしたら15年間高いものを身につけてた方が絶対いいっていう理屈が、俺の考え方かな。なんだ、コスパいいじゃんみたいな。全く同じことやるんだけど、全く同じお金を使ってるんだけど、実は生きたお金使ってんのは、ちゃんと長く使えるものを買った方がコストパフォーマンスがいいっていう。それはなんか会社やってる時にそういうことをよく考えてた、うん、そう、投資になるんだよね。15年何も考えないで安いバッグをコロコロ買い替えたりとか、財布コロコロ買い替えるのもいいかもしれないんだけど、果たしてそれは得なのか損なのかっていうのをよく考えてた、ね。うん、そうそう、長い目で見たらやっぱ絶対そっちの方がいいんだよ、うん、だから消耗品で安く買った方がいいものと、高く投資した方がいいものがあるとは俺は思ってる、うん、種類ジャンルがあるよね。お金かけるべきところと削るべきところっていうのは結構重要な見極めのポイントだと思う。例えば俺車とか時計とかは安くていい派だね、うん、本当にあの安くていい派、うん、人生の中で一番無駄遣いするのって、無駄遣いって言われてんの、時計と車と家だったっけな。で、失敗する人ってめちゃめちゃ多いんだよね。うん。すごい。買い物が難しいっていうよりも、投資としては絶対失敗しやすいっていうか。だから金持ちほど、なんだろう。うん。だから金持ちは時計とか不動産とかに手出すんだろうけど。庶民が手出しちゃいけないもの。うわーすげえなー、やべえな、よく見たら結構傷んでるな、大丈夫かな。
筆記用具はどうですか？筆記用具は、筆記用具は俺はそんな金かけなくていいものだと思ってるかな。だけど、業種によるけど、営業マンやってた時は、ボールペンは金かけた方がいいと思って、一本だけ。一本だけ、なんだっけな、なんてブランドだったっけな、かっこいいボールペンあるんだよな、6万円ぐらいするやつ。なんつったっけな。ボールペンで一番有名なのはなんだっけ、結構定番のやつ。あのかっこいいボールペン。なんて言ったっけな。サインとかする仕事の人とか営業マンとかだったら、一本、その胸に一本刺しとくだけで結構違うと思うけど。デニムはこだわらないですね、僕は。モンブランだ、モンブラン。うん。ありがとう。油取ってくるね。ワード2だけど、普通の人は別にこだわらなくていいのかなと思う。だってさ、6万円のボールペン持ってても、学生とかが、若い子とか、へえモンブランなんだで終わっちゃうじゃん。だからね、見え張って得をする商売と見え張って損をする商売ってあるから、無理に見栄を張る必要はないのかな。見栄張った方がいいところは張るべきだけど、業種によるよね。見栄張らないといけないジャンルってあるんだよ。これか。高級時計とかって価値下がらないから、5年使ってもそこそこの金額で売れる。結論としてそれほどの金額。車もだから同じ考えだけど、時計って実はそう言うけど、高級時計って結構売るときに目減りするよ。うん、かなりする。だから友達とかもフランクミューラーとか結構持ってたけど、やっぱ半分以下の金額で持ってかれるから、そいつはノーブランドの金ネックレスとかよく買ってたね。でも身につけておいて、金の場合って値上がりする可能性もあるから、金安い時に金よくいっぱい買ってたね。そいつは賢かったし、やっぱ金つかんだよね。で、時計はやっぱ趣味だなって言ってた。うん、明らかに資産が目減りするって言ってた。これ金持ちの遊びだわ、つって。ああ、よかった。油が足りてなかっただけだわ。ああ、よかったよかった。なんとかなった。テカリが全然違うね、油塗るとね。あと時計って壊れやすいんですよ、やっぱ普段身につけるものだから。だから俺は時計はあんまり興味ない。だから時計とか車とか家とかに金をかけられるっていうのは、何かで成功して余裕ができてからだと思ってるね。
見栄を張るもんじゃないと思ってる。身の丈に合ってない。合ってないと維持ができない。ああ、よかったよかった。なんとかなったな。でも本当の金持ちって見え張らないよね。それはだんだん分かった。本当に資産持ってたり本当に金持ってるやつって見えを張る必要がないんだよね。皮のねひびっていうか、治るわけじゃないんだけど、ギリギリもう本当にバリって破けちゃったらアウトだけど、シワになるじゃん。でシワの部分がその乾燥していって割れちゃうんだよ。だからあやばいっていう、もうやばい2歩手前ぐらいだったね。もうだから今回メンテのタイミングがあのビタビタだったね、ナイスって感じ。ひび割れたらもうダメよ、アウトだよ。ひび割れかけって感じね。もう割れたらアウト。油もね塗りすぎたらダメなんですよ。そう、もう適度なバランスを見分けられるまでに結構時間かかるんだよ。結構塗りたくっちゃう人とかもいるから。でもねだいぶ多分違うはず。見ただけで上のここの部分は塗ってるんだけど、暗いな。よいしょ、ちょっと待って、映るかな。ほら全然テカリ方が違うでしょ。もう塗ってる部分と塗ってないところが分かりやすい。ここ塗ってるんだよね、裏地なんだけど。ここ塗ってるの、もう色が全然違うでしょ、こっち側が塗ってないところ、全然違うよね、全然違う。ちょっと画質が悪いから伝わりづらいけど、そうなんだよ。メンテが楽しくもありめんどくさくもあるっていう。だから革はめんどくさいよ、本当に。革は基本めんどくさいと思った方がいい。あのそういうのが嫌な人はビニールとか安物でいいんですよ。革は本当めんどくさい。靴も別物。あれはね結構びっくりしたっていう人、靴磨く人減ってるんだよね最近ね。っていうかそのいい靴持ってる人っていうか、なんだろうね、本格靴とかあんま関心ないんだろうな。スニーカーの時代なんだろうね。俺そういうの結構好きだけどな。そう、なんか結構こんなに変わるのって驚いてるリスナーさん結構いたよ。別に自分でやらなくてもいいんだけどね、お店とかに持ってったら靴磨いてくれるから。まあね、奥さんがいる人だ、できる奥さんだと靴磨いておいてくれたりとかね。ラオさんいらっしゃい、会長いらっしゃい、
俺だけど自分の女が靴磨いてたり革製品いじってたら怒るかもしれないね。やめてっていう。そう。これは俺の作業だからっていう。自分の靴だけやってって言っちゃう派かも。俺のはいじらないでいいよって。いや、メンテのタイミング遅かったな、ちょっと。なんか変なシミになっちゃってる。ちょっと手遅れだったかな。まだなんとかなるか。ここだけたっぷり塗り込んでおこう。ギリギリアウトぐらいだったわ。ちょっと遅かったね。年末にやっとくべきだったな。これ多分3年後とかにね、ここね、ダメージが残っちゃうね。まあ、それはそれで味があっていいんだけど。ブラッシングをするのはね、余分な油を落としてくれるんですよ。まんべんなく皮の奥の方とか、シワの奥の方とか、縫い目の方とかにもオイルが行き届くようにするのと、要は油をなじませるっていう効果があるのと、余分な油をね、ブラシが取ってくれるんですよ。だからブラッシングって必要なんですよ。結構油だけ塗り込んでおくとギトギトになるでしょ。もう乾燥との戦いだよね。あとそのもう3年4年放置しておくとカビるっていうね。それは油にこうどん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 菌が入ってくるんだろうね、カビは。
だから革製品ってその合理的な選択ではないんだよね。多分完成形じゃないんだよ、素材としては。手入れが必要な時点で。だから着る人次第でちゃんと着れるかどうかを選ぶ服なんだよね。ケアできない人は着れない服なんですよ。だから僕は革ジャンを買うことをおすすめしません、みんなには。めんどくさい。時間に余裕がある人がいいと思う。マッキーさんいらっしゃい。よう。知らない。なんで俺に聞くの？こんばんは。仲良くないよ俺、うん、はい、初見さんいらっしゃい。そうっすね、オーディオインターフェース入れてるんで、ステレオミキサーと。音質他のところよりもいいと思いますよ。ヤマハのオーディオテクニ、あのオーディオインターフェース入れてます。はい、こんばんは、いらっしゃい。
まあ雑談、雑談放送です。みんなと戯れてます。ああこれ、うん、革ジャンに油塗ってるところっすね。よし、背中が終わった。やっと長いなおい、背中がやっと終わったよ。これだから革ジャンは大変なんだよね。これを3ヶ月に1回とかやんないといけないんだよね。めんどくさいよね。だるいよね。お、さすらいさん、風船10個ありがとう。ありがとう。そうそうそう、今水拭きが終わったところで、水でさっと拭き上げてゴミを取って水分補給して、で今この広大な面積に皮にクリームをこう塗り込んでるところですよ。もう嫌ですよ、しんどいっすね。これをやらないとね、10年20年で切れないんですよね。これがね、皮の寿命を伸ばしてくれるんですよ。
このめんどくさい作業をやることで。めんどくせえ。そうなんすよね、すぐダメになるんすよね。変わって本革はだから大変だよね。うん、あのね、革座に油塗ってる、メンテナンスですね。冬場はやっぱり何回かやってあげないと。すぐ乾燥してね、パキって皮がどんどん割れて切れなくなっちゃうんですよ。この作業が手間なんですけど。久々にコメント？はい、ロム勢なの。それとも配信自体久々に来たの？よし、最後かな。最後ではないか。ニコ生だと NG スコア入れられちゃうので嫌でコメント遠ざかってた。ああ、こっちは NG スコアとかないからね。すごくコメントは打ちやすいとは思うよ。写真今も撮ってるの。写真ツイッターに上げてるよ。うん、たまに。最近は風景、都庁前と国運タワーと夕日が綺麗だったから3枚上げたかな、ツイッターに。結構うまく撮れたと思うけど、我ながら才能あるなと思って。写真好きなんだよね。前ファンだったけど、うん、写真いいよね。前も言ってた。
真っ暗。そう、ももちゃんいらっしゃい。カメラが壊れちゃったんだよ、ロジクールの。内蔵カメラだから画質がめっちゃ悪いんだよね。ごめんね。でもまあビジュアルを求めてる、はい、リスナーさんはいないと思うんで、僕の配信で和道の顔見たいとかないでしょ。だからまあこれはこれで別によくよく考えたら困らないっていう。だいたい喋り聞きに来る人が多いからさ、うちは。和道様の顔見えない。そうなんだよ、 USB 挿しても認識できませんって表示されちゃうんだよ。のんたん遅いね、来ないね、のんたん。全然もう1時間以上経ってるでしょ。女はね、準備に時間かかるから、ね、今から行くって言っても男の今からと全然違うもんね。コメントないね。なんか今日は少ないね。すげえやりづらいよね。外配信用のカメラは耐久性高いの買わないとダメかも。いやもうね、ロジクールが鉄板だよ。ロジクール以外のカメラ使ってる人いない。1万7000円ぐらいのがもうベストだね、答えだね。だから消耗品だよ、やっぱり。2年に1回ぐらい買い替えの時期なんだよ絶対。あれ2個目のやつだったけど、だいたい2年なヘビーに使いすぎだからね。2年で1回壊れると思わないと。あれはもう答え出てるね、配信者の中で。ロジクール以外の使ってると、あ俺もあっちの方欲しいっすってなるし、使ってる人はやっぱこれだよって。いろんなのみんな試してるし、レッツノートとロジクールの T920 は鉄板ですね。俺もマイクロソフトの5000円のウェブカムとかも買ったけど、性能が全然桁違いなんだよね。機材が壊れるのはもうしょうがない、大事に扱ってはいるけどね。まあ普通の人とパソコンの使い方が違うんだよ。動画ファイルってめちゃめちゃ重たいじゃん。でさらにそれをエンコーディングしてさ、送受信してるわけだから、配信者って多分パソコンのスペックをかなりフルで使う人たちだと思うの。特にほらゲーム配信者なんかもっとそうだし、ゲームの出力をね、ゲームのね機能を最大限に引き出しながらそれを送受信ね、生放送するってわけだから、パソコンの負荷がやっぱ全然桁違いなんだよね。
だから一般の人とパソコンの壊れ具合っていうのは桁違いだと思う。普通に使ってたら多分5年、5、6年持つと思うよ。5、6年持たないかな。まあ、3年以上は持つと思うんだよね。3、4年は。普通の人でもウェブカメとかあんま使わないもんね。だ結構特殊な業種だと思うけど。ウェブカメラをこんな頻繁に壊すっていうのは。だから、どの枠でもよくカメラ壊れた、カメラ壊れたって言ってるもんね。消耗品なんだよ。おい、これはアイカだな。アイカいらっしゃい。彼女今から来るよ。来るって言ってもう1時間経ってるからどうなってんだと思ってるけど、なんかまたどっかで寄り道してんじゃねえかな。今向かってるって。釈迦は元気よ。いや、何言うと毎日出してるわ。あ、来た。いらっしゃい。帰り。はいはい、愛がいら、はい、バイバイ。久々見る。あんなに隅行っちゃってる。そうだね、冷蔵庫の上だね。よいしょ、どうぞ。よし、あとは腕だけだ。だいぶかかったな。腕が一番大変なんだよな、うん、手で、直でいくわ。直でハンドクリームのごとく、もう手でいく。手ギットギトになんだよな、これ。手で揉み込もう、腕は。え？聞こえない。何？ご飯食べた。ご飯食べてないよ。のんたんは？のんたん食べてない。一緒に食べようと。のんたん、これ服開けて、着てみて。のんたん。届いたよ。初めてのプレゼント、これのたのだよね、多分。うん、うん、着てみて。前は自由にしてたのにカゴって。
どんな感じ？おお、いいじゃん。いいじゃん。あ、結構小さいんだね。ちょうどいいじゃん。アイロンかけないとかもね。腕とかあんの？おお、面白い。袖通すところあんの？おお、面白い。おいいじゃん。閉めてみて。かわいいじゃん。いいじゃん。狭い？きつい？ちょうどいい？うん、魔法使いだ。いいね。いいじゃん。サイトやってるよ、作ってるよ。それ止めた方がかっこいいね。裏裏、逆逆、そう、そうそうそう。お、いいじゃん、いいじゃん。あったかそう。あったかい？え？部屋の中だから。わかんない、うん、うん。かっこいいじゃん。パッてやってみて、パッてやってみて。あ、そこまでしか行かないんだ。面白い。万歳はできないんだ。変なの。あ、そういう感じなんだ。いいじゃん。っていうかね、画質がもう解像度が低いんだよ。暗いとかいう問題じゃない、うん、画質が極端に悪いんだ、うん、これアイロンとかかけたらシワ取れんのかな。これずっと延長できるよ。
あのチケット買ってるけどね、1回50円。そうでもほらリスナーさんが支援してくれてるから、あの延長はやってるね。おホープさんのだいらっしゃい。なんかソレイユが荒ぶってたね、さっき。初見さんなんだ、初見さんいらっしゃい。ニコ生より全然安い。ニコ生で延長はやったことないかな、俺は。買う気にならない。4時間まで放送できるね。4時間ってことは何回だ、7回延長するから4535、350円で4時間放送できるのか。まあいいんじゃん。だから1回の放送で花火一発ぐらい上がんないと割には合わない計算か。4時間枠やったら一発じゃ全然稼げねえか。よし完成かな。うん、革ジャンのメンテナンス、革ジャンのメンテナンスね、これの今終わったところ。ちょうどあ稼げそう。月16万18万。今月は3日サボってるけど12万も稼いでるかな。まあバイトするよりは、うん、であと運営から1万円ももらってるから、リスワンっていうあのタイトル取ってるから毎月結構ありがたいよね。1万円でかいよ。はい、ワード2、若いらっしゃい。ちょ、手洗ってくるね。なんかわかる？
いや、ふわっちはこれからガンガン伸びるよ。卵、多分考え方古いよ。多分ね、俺の予想ね、ツイキャス超えるよ、このサイト3年以内に。今とんでもないことになってるから。成長するどころじゃないよ、急激に伸びてる。でよく潰れるとか言ってるのね、ふわっち見たことないね、リスナーだよ。とんでもなく稼いでるよ今。だってふわっちのトップ3、去年の年収2000万超えだよ。アイラとか、さやさんいらっしゃい。ニコ生の時代はもうとっくに終わってるでしょ。俺がだって始めた頃にはもうすでに終わってたんだから、あのサイトは。いただきます。ゴントさんいらっしゃい。アプリダウンロード5万しかいかない。そんなもんなの。まだ5万人のユーザーだけでこんだけ、いやそれ逆にすごいよ、凛太郎。5万人のユーザーでこんなにアクティブ高いんだもん。それはすごいよ。逆に言ったら、逆に言ったら今後爆発する可能性あるっていうのも、なんでかっていうと1年で5万ダウンロードでしょ。あのね、ウェブ系のあのアプリのダウンロード数とかレバレッジっていう法則があるの。あのね、ツイキャスとかね、意外と知られてないけど、あのサイト7年運営してるんだよ。ツイキャスってここ最近のサイトだと思ってる人いっぱいいるんだけど、違うの。だからね、3年ぐらいで急激に伸びると思うよ。むしろね、今ね、ふわっちでやってるやつはセンスいいやつだと思う。本当に。キャスはダメ。キャスは別にいいんだけど、キャスはキャスで。今からキャスやろうっていうやつはセンスないやつだね。ふわっちは、今からちゃんと根付いて、ちゃんとファン獲得していったら、稼げるし、大手になれるよ。PC からだと見るだけならできるからな。あれ？いや、できないよ。アプリをダウンロードしないとアカウント作れなかったはずなんだけど。ああ、要はアカウント作んないで見るだけってことか。コメント打つのはね、できないからね。ふわっちふわっち。え？え？アカウント持ってなくても？人の話を聞きなさいよ、ちゃんと。運営会社上場してないよね。上場はしてないけど、超結構いろんなサービス出してるよ。多分上場すると思ってる、ここの会社は。運営会社、運営伏せてるんだけど、もう、どこの会社かは全部俺は分かってるね。俺はもう特定が終わって結構面白い会社だね。ゲーム配信やりたいんだけどね、本当はね。結構なんかスマホのアプリ開発とか結構やってる会社だね。そうだね、ふわっちは NG された。多分 IP 管理だっていう話だよね。NG されたらアウトでしょ。でものぞみがなんか5話かぐらいでこの前コメント打ってたけどね、裏技はあるんじゃないの。確かね、1人5アカウントまでしか作れないんじゃなかったかな、ステアカ含めて。そんなこと言ってて、確か1人5アカウント、 1個につき1端末につき5アカウントしか作れないはず。アンチコメントはほぼ皆無だね。ここではアンチコメントない。速攻 NG 入れてる。だから超リスナーの質はいい。マジで質なの、リスイ。ロンタンコーヒー買ってきて。コメントが静かなのはね、今日はわかんない。なぎなだけ。普段コメント盛り上がってるよ。そういうシステム関係にも生主にはいいのかね。アンチあまりわかなくて配信しやすい。間違いないね。間違いない。属性的にはね、キャスのいいところと FC2 のいいところを両方取ったって感じ。どちらかっていうと。ニコ生がどうとかじゃなくて、キャスとフワッチのいいところ両方取ったって感じ。で、それって正解なんだよ。要は、キャスのいいところっていうのはスマホ勢を相手にしてるところなのね。で、番規制とかが厳しいっていう。で、FC2 のいいところは課金の強さじゃん。この2つのシステムをミックスしたっていうのはうまいよね。だから客層がめちゃめちゃいいね。
っと待って、その中から持ってて500円玉。ホットコーヒー。え、ちょっと待って、何？コーヒーだけ以外に何かある？あ、コーヒーだけでいいよ、うん、あと運営が神対応だね。そこがすごい。俺が居ついた一番の理由は運営の対応が神。配信者をこんだけ丁寧、ユーザーに対してこんなに丁寧なサイト見たことない。もうニコ生のクソ運営と、あのふわっちじゃない、あのツイキャスのクソ運営。俺だってツイキャスの運営からメールなんて来たことないよ。テンプレ以外のメール来たことないもん。逆に言うとふわっちから、あの1日遅れてメールが来ることがない。まず速攻メール返ってきて、テンプレメールじゃなくてちゃんと協議してるし、すごい柔軟に対応してくれるし、あれだよ、だからあれだよ、一回ね DM とかでここ改善してくれみたいなこと言ったら神対応してくれるよ本当に。で結構ね取り入れてるらしいよ、リスナーの意見。ここをこういう風に変えてほしいとか、ランキングシステムとか、あのお金稼げるやつが出てきたら振り込み回数増やしてくれとか、うん、すごいよマジで。でなんか理不尽な通報とかに惑わされないね、ちゃんと検証してる、うん、で悪いものは悪いって言うし、いいものはいいって言うね。 DM で、うん、だから対応窓口が DM なんだよね、ほとんど。最近 YouTube ツイキャスふわっちと存在を知りました。さやさん、動画で稼ぐという概念は YouTube のイメージなのですが、今後はふわっちが、奮起するということですよね。もともと YouTube よりも前に、リスナーさんからお金をもらうっていう文化は生放送の方が先だったんですよ、実は。で YouTube よりも先だったんだけど、こじきって呼ばれちゃったの。要は1万人とか見る人がいると、まあアクティブだと500人とかなんだけど、500人ぐらいいたら金持ちいるじゃないですか。でみんなイメージしづらいかもしれないけど、俺らとか1万人向こう側にいるっていう体感があるんですよ。配信者は100人とか1000人とか1万人とか大勢の人がいるから、変な話を言うと、あの普通の人はわからないかもしれない、端から見てる人はわかんないかもしれないけど、その中にはぶっ飛んだ金持ちもいるし、芸能人もいるんですよ。考えられないでしょ。この中でさやさんが見てる限りだと、この枠に芸能人がいるっていう体感ないけど、俺はほらリアルにリスナーさんとやり取りしてるから、芸能人とか上場企業の社長とかが見てるのを知ってるわけよ。だからそういうランダムな人たちに向かって、ごめんなさい今月苦しいんです、お金くださいって言うと100万円ぐらいくれる人がいるっていうことね。そう。ただ YouTube は何が強いかっていうと、企業イメージのブランディング戦略っていうんだけど、そういうのがうまい。さすが Google、 それがねもう抜群に違うんですよ。ふわっちの運営対応早いから助かります。ほんと早いですよね、うん、金梅さんが妊娠させたのは本当ですかね。いやどうでもいいっすね、わかんないっす、うん、大手になるとスポンサーができるって感じ。そうだね、ニコ生はそういう感じだったよね、うん。でももともとその YouTube よりも先にそのネットで稼いでる人たちはいっぱいいた。ニコ生のアクティブって何ですか？あのね、もともとニコ生が、まあサイトはニコ生しかなかったんですけど、ニコ生のランキングの作り方っていうのがどういう風に、ありがとう、ランキングの作り方がどういう風になったのかっていうと、コメント数が多ければ多いほど上位に行くっていう仕組みだったんですよ。だから100人見てても誰もコメント打たなかったら見てないっていうカウントをしてたの。そうじゃなくて、10人しかいなくても100個目あるのと、100人見てるんだけど1個目しかなかったら10個目ある、要はコメントがあればあるほど盛り上がってる放送っていうアルゴリズムを組んでたの。だから今見てる人は何人かわからないんだけど、要はコメント数が多い、コメントの人数、コメント書いてる人が何人いるのかっていうのをアクティブっていう言葉で表現してたの。で今度後発組のツイキャスっていうのは、まあだからコメントがいっぱい流れるってイメージない？ニコ生っていうとダーッとコメントが流れてくってイメージあるでしょ。それはアクティブ。うなちゃんマンはちなみに始まりじゃないですね。うなちゃんマンは始まりじゃない、古い組だけど始まりではない。なんでかっていうと、みんな知らないけどうなちゃんマンって最初こじき否定派だったから。そうで今度ツイキャスではどういう風になったかっていうと、同時閲覧数、
要はコメントじゃなくて見てる人がいるんだったらそれもユーザーでしょっていう判断で、見てるコメント書かなくても見てる人も上に行くっていう仕組みを取り入れ始めたのがツイキャス。だから俺はツイキャスの判断正しいと思う。要はただ単純に聞きたい人だけ、ラジオ感覚で聞きたい人だけでもランキングに反映させるっていう仕組みを作ったのがツイキャスね。で最後にどうなったかっていうと、ふわっちが取り入れたのはお金を稼いだ人を上位に表示するっていうやり方。要は正しいと思うよ。見てる数とかコメントの数じゃなくてファンの数で勝負、稼いでる金額で勝負しましょう。だからふわっちはさらに進化させたんだよね、そこ。だからニコ生を見てると、ニコ生の人とキャスで圧倒的な違いっていうのはニコ生を見てると分かるんだけど、大手の配信見ると、ねえ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 何々さんどう思う、反対だと思う人は手を下げてください、賛成だと思う人は手を挙げてとか、はい今見てる人を出席確認取ります、誰々さんいらっしゃい、誰々さんいらっしゃいって。これツイキャスでは見ないでしょあんまり。なんでかっていうと、ニコ生っていうのはコメントが多ければ多いほどランキング上位に上がるっていうことで、こういう風にコメントを稼ぐテクニックっていうのを発達したの。売れる生主ほどいかにコメントを書かせるのか。だから、なんつうんだろう、対話形式っていうよりも呼びかける。こう、なんつうの、どう思うとか、はいとかいいえとかを言いやすいのをどん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 投げかけるっていうのに特化してるの。ニコ生では。あと、その煽り芸って言って明らかにもう、分かりやすいボケをする、バカなこいつとかわらわらって書きやすいような分かりやすいボケをするのがニコ生だね。でもキャスってそういうのやんないでしょ、なんでかっていうとコメントを稼ぐ必要がないから。そう、煽り芸とかいろんな芸があるんだけど、でよっさんとかは分かりやすいよね。典型的なニコ生のやり方だよね、ザ・ニコ生スタイル。だからそれを極めた感じの人だよね。ツイキャスって稼ぐ感じがしないんですか？どうして稼げるんでしょう？ツイキャスは稼げないですよ。ステッカー売るしかないんで。稼ぐ仕組みが備わってないですよ、サイトに。だからみんな、その、原価の一番安い1枚1円とか3円とかで作れるじゃん、ステッカーって。だからそれをお金に変えるっていう。だから、その、錬金術が生まれたんだよね。ニコ生ではステッカー売るなんていう文化なかったもん。直接こじった方が利率いいわけだから。ふわっちのやり方が俺は正しいと思ってるから、だからふわっち伸びるって言ってんだよ。稼ぐとき恐ろしく稼ぐもんね。だって、なんだ、70分間で俺4万円稼いだよ、今年の正月。ありえなくない ?1 時間放送して70分、だいたい1時間10分じゃん。時給4万円だよ、俺が。ってことはお客さんは、リスナーさんはトータル8万円ぐらい投げたのよ。1時間でお年玉だっつって。ツイキャスコスパが悪いですね。でも宣伝効果があると。いやもうね、宣伝効果ない。後発組がやっても大手のところにしか行かないから、要はリスナーさんの数と配信者の数ってバランスが取れてないといけないんだよ。さっきりんたろーが教えてくれたけど、5万ダウンロードっていうことは、1年間でその、アカウントを保持してるリスナーさんの数が5万人ってことなのね。で、配信者が常にね、100人前後しかいないんですよ。ってことは、1人につき50人ぐらいの割合じゃん。これすごいバランスいいと思ってんの。で、ツイキャスっていうのは、もう配信者の数が5000人ぐらいいるんですよ。だから埋もれちゃうんだよね。だからこのバランス、ニコ生も悪かった時期があって、そう、配信者とリスナーのバランスのいいサイトっていうのが絶対伸びるんだよ。だからツイキャス今からやろうっつっても、大手どんなに面白いことやっても大手に埋もれちゃうから、もうチャンスはないと思ってる。これから大手を目指すんだったら今からキャス始めようっていうやつはセンスないやつだよ。だいたい5000人ぐらい、3500人から5000人ぐらいですね、ゴールデンタイムで。ツイキャスは、ツイキャスはだからその配信者の数とユーザー数は圧倒的に群を抜いてる。多分ね、ふわっちの何倍ぐらいだろうな、100倍ぐらいかな、今の。100倍じゃ効かないか。150倍から200倍ぐらいはいると思う。だってさ、アクティブの数が、金梅さんが今トップなんだけど、同時閲覧数マックス1500ぐらいなのね。で、累計来場者数が1万人ぐらいの。その金梅さんがキャスでやったらやっぱ桁が変わるもんね。2500人。やっぱ倍はいくよね、3000人とか。金梅さんが指標になるから結構わかりやすいよ。
ほれこれは閲覧なんであんなに多いんですか。面白いと思ってる人が多いからですね。うん、これ面白いってどういうことなのかっていうのをちゃんと分析しないといけなくて、面白いかどうかっていうのは個人の感覚なんですよ。わかるでしょ。例えば俺その職場の人に言われたんだけど、職場の人はあるある探検隊めっちゃ面白いですよねって今日話を振られたんだけど、俺面白くないって答えたの。俺松本人志とかバカリズムとか劇団ひとりとか千鳥とかサンドイッチマンが好きですって言って、やっぱその人はそれが面白くないって言ってたの。だから面白いって実は人によって違うんですよ。でこれこれは面白いか面白くないかっていう話をするべきじゃなくて、これこれっていうのはこれこれのことが面白いと思ってる人が多い、要は大衆受けをする芸風なんですよ。彼が面白いかどうかっていうのは個人の感覚でしょ。そうだから、これこれ面白いかっていうのと和道面白いか、例えばこれこれリスナーに和道面白いよねって言っても全然面白くねえよって言うと思うの全然客層が違うわけだから。俺アダルティーだから、結構俺の放送面白いっていう人はさ結構コアな人種なのよ。そうでも多分ここにいる人っていうのはこれこれよりも間違いなく和道の方が面白いっていう判断をしてるから見てくれてるわけじゃん。だけどこれこれのうまいところっていうのは、その母体の多いところにちゃんとアプローチを投げられてるっていうところだと思うよ。俺はそれをやる気があんまりない。演じてると疲れるからっていう。コアなリスナーが欲しいんですよ。確実に離れないでずっと応援してくれてるファンが欲しいんです、僕は。あれだな、あれだな、革ジャン磨き終わってちゃんと喋るようになるとやっぱ倍ぐらいの閲覧になるな。うん、別に川さんやりながらでも喋れんのにな。はい、ワード2、ゼリーさんいらっしゃい。サバカなんだ。うん、あ、皆さん、フォローしてない人、もしいたらフォローしてください。お願いします。はい、ワード2、ドラゴンさんいらっしゃい。お、レアルさんお疲れ様。のんたん綺麗だね。ありがとう。のんたん綺麗だよ。うん、ありがとう、嬉しいよ。彼女褒めてくれてありがとう。っていうのも、同時閲覧の数じゃないっていうのがふわっちが証明してて、例えばふわっちで稼いでるトップ3ってアクティブ100もなくてアクティブ20とか30なんですよ。アクティブ20とか30、同時閲覧ツイキャスとかの20とか30ってクソ配信者じゃん。絶対稼げるわけないじゃんって判断をされると思うんだけど、そういう配信者ほど稼げてるんですよ今で。間違いなく数が持ってるかどうかじゃなくなる、稼げてるかどうかがもう判断になると思う。最近ね、生主同士で会話をしても、昔はアクティブどれくらいって言ってたし、その次の世代っていうのは同時閲覧どれくらいあるんですかとか、サポーターどれくらいあるんですかってツイキャスでは。でもね、今ね、もう変わった。サポーターの数とか気にしなくなってて、月いくら稼いでるっていう話しか配信者しなくなったよ。え、月どれくらい取ってんのって、どれくらい稼げんのって。うん、ふわっちでやった方が稼げるのに、香川さんとかはふわっちキャスニコ生で配信するんですか。香川さんが頭いいからです。要はこれって面白いんだけど、香川さんの頭いいところ、生き残り方そこなんだよ。俺香川さんの評価してるところ一番そこ。要は YouTube もやってるんだけど、間口が広ければ広いほどいろんなファン層を取ることができるじゃん。俺は結構特化型なんですよ。一個のサイトに絞って集中的にリスナーさんをこう集めたいっていうタイプなんだけど、香川さんのうまいところっていうのは、 YouTube は見るけどニコ生は見ない、ニコ生は見るけどふわっち見ない、ツイキャスは見るけど他、YouTube は見るけど他は見ないっていう人いっぱいいるでしょ。要は Facebook とかも力入れてるんだけど、いろんなところにね投げかけるの。俺こういうことやってますよっていろんなジャンルに手を出すの。だから多彩なんだよ。そこから自分のファンを確実に確実に取っていってるから、要は崩れにくいっていうの。香川さん個人のファンを作ってるっていう感じで、それをゆっくりゆっくり、ふわっちもやってるよ、ニコ生もやってるよ、ツイッターもやってるよっつって分散させていくの。そうすると一個のサイトがダメになった時にどこでもいけるじゃんっていうようにね、切り替えがうまいっすね香川さんは。頭いいっすよ。あれは狙ってやってると思うよ。うん、
で、それぞれのサイトが伸びてるか伸びてないかっていうので、その、あの、トークのやり方変えてるね、香川さんは。そう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 。これ、機械費用って言って、経営用語だとオプチュニティコストって言うんですよ。機械費用。うん、そう。俺はその機械費用の使い方がちょっと違うんだけど、一番伸びてるっていう判断をしたサイトで一番やるっていうのが俺のスタイルの、うん、短期集中型なんだよね、うん、だけど香川さんはリスクヘッジ型なんだよ、分散型、うん、だからそう、何かあった時に強い、息が長いって。おい古代いらっしゃい、賢いよ。じゃあ大手配信者のなり方講座でもやる？一回枠切って。興味ある人いる？大手配信者のなり方講座とかやってみる？配信についてあれこれ語ろうか。一回タイトル変えて。やるか。じゃあ一回枠切るわ。枠切って、うん、トイレが終わったら枠開き直すから。5分10分ぐらいで枠開き直します。うん。じゃあ、まあ、配信論系のジャンルだけど、そうじゃなくて、大手配信者になるためには何をすればいいのかっていう、ちょっと仮想配信者向けのレクチャーやります。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。じゃあね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。